いマムクーヘンです。ただいま奥場所でですね、港北立教、この前ですね、このカーメンテナンスのですね、イエローハットで、ちょっとタイヤがですね、なんかビスみたいのを踏んでしまって、潰してですね、踏んでパンクしちゃったんで買いましたよ。でもちょっとまあ4年以上走ってたタイヤだったんで、まあ一応全部4つ交換しました。本当はね、貧乏な人だ、貧乏っていうかまあ経済的というかですね、もう本当にお金を使いたくない人は1個しか買えないんですけども、1個だと全くタイヤ値引きしないらしいんですよ。あと2個でもね、値引き全くしないらしいので、なので一応私は、4つ今回交換しました。まあ結構ですね、もうなんだろう、もう完全にもう5年近く走ってたんで、まあいいかなと思って買いましたよ。こんな感じで、もうなんか港北立教を越えたら一気にですね、もうスクムードっていうかですね、もう全然ガラガラな感じになりました。で今日はですね、こっから港北6丁目からですね、港北立教からですね、私の向かうところはどこかというと、足立小台ですね。足立小台に向かいます。北宮城団地、都営住宅ですね、あったとこですね。北宮城団地があったんですよね。相当古い団地があったんですよ、ここにも。あ、私ですね、本当になんか目覚めるのが本当バカでしたね。なんだろう、もうちょい若い時、例えば10歳20歳若返りたかったですよ。その時全然、なんだろう、その時何やってたのかなって今思っちゃいますよね。当時、今あの時レトロ自販機とか、例えば給水塔のなんか都営住宅とかがなんか興味を持ってたら全然違ってたでしょうね。また生活が、そもそもね、 YouTube とかそういうのに目覚めたのは本当にもうつい最近なんで、本当にそこはね、ちょっとまあでもまあ、いや、なんだろう、なんでも遅いってことはないですからね。基本的に何でもやることはですね、遅いってことは決してないので、まあ基本的に何だろう、自分がですね、やりたいと思ったから今回始めたんでね、このまま継続できたら幸いかなと思います。港北橋、港北橋通り、デレデデ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 デ。ライオンズ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 ライオン
何回この動画を撮ってるかっていうぐらいですけどね。何回この動画を撮ってるかって感じですよ。しまった、今日傘持ってこなかったな。